横綱サシし亀は、カメムシメ目シし亀科に分類されるカメムシの一種。大飛びシし亀と並び、日本産サシし亀科中西外級の種である。成虫の体長は16から24ミリメートル。体色は光沢のある黒色で、頭部が細長い。腹部の縁には、白色で各節に大きい黒縁を持つ、腹部結合板が、養上に広がり、羽の外側に張り出して反り返り、 側縁はわずかに波打つ。腹部結合板の配色は、幼虫期では白黒が単純に交互に並ぶが、成虫では黒縁がしばしば変縁まで達しないためピアノの鍵盤状となる。体の黒色部は、うか直後の外骨格が硬化する前の段階では、鮮やかな赤色をしている。成虫、幼虫ともに、桜、エノキ、ケヤキ、クワ、ヤナギ、 クスなどののの大木の木の絵で生活している春から夏にかけての活動期、成虫は高所の小や葉の上で単独生活をしているため、人目に触れることが少ない。成虫は産卵期になると木の幹に降りてくる。産卵箇所は概ね人の目の高さくらいである。幼虫期間を通し接触活動を終えると、集合場所に戻り、 特に弱霊幼虫は深場所の極近辺を接触場所とする。そのため、その大半を古紙陶器、秋から翌年春が占める幼虫期の本種は目にすることが比較的多い。特に周期陶器は、樹幹や軌道に極めて大規模活高密度の集団を形成する。幼虫、成虫とも樹幹、枝、葉を歩き回って、 他の昆虫等の無脊椎動物を捕らえ、細長い興奮を突き刺して、消化酵素を送り込み、体外消化で溶解した、体外組織と体液の混合物を吸収する。不要意に触れるとこの興奮で刺されることがあり、刺されると激痛を伴うので注意が必要である。捕食対象は樹上にいるケ虫、イモ虫の類が主であるが、ダンゴムシ等も時折捕らえる。とりわけ、 原産地を同じくする外来種ヒロヘリアオイラガの幼虫については本種がその主要天敵の一つと見られている。成虫は6月頃産卵し8月頃孵化する。幼虫で越冬し木の幹のくぼみに数十から数百匹程度の集団でじっとしている。翌年の春に浮かして成虫となる。本種の幼虫が集合生活を送る理由は 単独では倒せない大きな獲物を集団で仕留めることで、捕食対象のサイズの上限が拡大され、食料獲得機会をより多く確実にできるからであると考えられている。複数の横綱差し亀幼虫が一匹の大型昆虫を狙う場合狩りの成功率は優位に上昇し、また、それを仕留めた場合、彼ら全員が満腹でき十分な分け前に預かれる。 ことが実験により確かめられている。幼虫期に非常に高密度の集合生活を送る本種であるが、同種に対する何らかの攻撃抑制機構が働き、彼らは原則として、ともぐりをすることがない。しかし、孵化中の発令幼虫のみ、どうした個体からの捕食被害を被る。孵化完了後は一切そのようなことは起こらず、その理由は判明していない。母虫は、 幼虫の生存率が最も高くなる場所として、時間のくぼみを選び、セカンドチョイスとして枝のまた部を選ぶが、これは単なるつかい費ではなく、孵化の際に先行して孵化して生活を開始している同種幼虫から我が子が捕食されるのを避けるためであると考えられている。幼虫は孵化後3日ほどは接触活動をしない。このため、すでに産みつけられている卵が、 自分の産む卵よりも大幅に先行して孵化するほど日が立っていないと判断した場合、母虫はどんなにたくさん、すでに卵が産み付けられているくぼみであってもそこに散乱する。ただ、母虫が目の前の卵の産後日例を見分ける具体的な方法は判明していない。中国から東南アジアにかけて分布する。日本にも移入分布しており、昭和初期に それらの国からの貨物に紛れて九州に入ってきたと考えられている。その後次第に生息域を拡大し、1990年代になって関東地方でも見かけられるようになった。ありがとうございます。